はいどうも、ゴーのゴーゴー TV です。今回はこちら、仮面ライダー01サウンドプログライズキーシリーズ、食玩プログライズキー02を全種類買ってまいりましたんで、こちらを開封して、音声確認をして遊んでいきたいと思います。今回の食玩プログライズキー02から、新たに絶命ライズキーがラインナップということで、こちらのエカル絶命ライズキーと、こちらのネオヒ絶命ライズキーが登場ということで、どんな感じか楽しみなんですよね。でまあこちら通常のプログライズキーはパンチングコングプログライズキーとフリージングベアプログライズキーがラインナップの全4種類となっております。では箱の方を見て開封していきましょう。はい、では箱の方を見て開封していきましょう。ではまずはこちらのパンチングコングプログライズキーから見ていきましょう。こんな感じですね。エイムズショットライザーでショットライズで、ボタンを押すと音が鳴る。デラックス秘伝01ドライバーにセット可能。パンチングコングプログライズキーということで、こんな感じですね。仮面ライダーバルカンが使用するものになっております。今一応こちらに書いてありますが、デラックスプログライズキーでは使用が異なります。本商品は発行しません。店名のボタンは押せませんということが注意書きで書かれております。こんな感じですね。今ラインナップがこんな感じで書かれておりましての、食玩プログライズキーをセット可能ということで、01ドライバーとエイムズショットライザーという感じですね。でこんな感じになっておりましての、あとは音声のこの順番ですね。まあ、こういう順番で流れてきますよという感じになっております。楽しみですね。食玩のプログライズキーは本当見た目の出来が素晴らしいんで。はい、ということでこんな感じですね。うん、シールも付属しております。はい、ということで、またこちらは後で組み立ててというか、まあ、シール貼ってポンと出していきたいと思っております。はい、では次はフリージングベアプログライズキーですね。フリージングベアにプログライズということで、まあ、ここら辺は同じことが書かれておりまして、フリージングベアプログライズキーですね。でまあ、この注意書きも同じになっております。こんな感じですね。で裏面の音声はこんな感じになっております。まあ、順番はこういう感じの音声が流れるという感じになっております。はい、では開けていきましょうか。ちなみに今回のデラックス版とかとの比較はやりません。もう前回で根本的なことは分かりましたんで、今回はとりあえず、まあ、比較的なものはいいかなと思っております。こんな感じですね。では、もうじゃんじゃん開けていきましょう。もう絶命ライズキーが気になって仕方がないんですよ。はい。ということで、こちら、今回からラインナップされます、絶命ライズキーですね。エカル絶命ライズキーということで、エカルマギアに絶命ライズということで、こんな感じですね。でまあ、こちらもこの辺のところは書いてあることは一緒ですね。でまあ、注意書きも同じことが書かれております。こんな感じですね。で音声はこんな感じ。エカル、絶滅アビリティ、ゼロワンドライバー、でエカルマギア、でショットライザー、でもこう変身音声、滅亡人ライドットネット変身音という感じになっております。さあじゃあ開けてみましょうか。楽しみですね。多分形とかは一緒なんですよね、おそらく。せーの、ドン。おー、黒からのドン。おー、なるほど。なんかちょっと、なんか怪人感は出てますよね。うん。素晴らしい。まあ、こんな感じでシール貼りですね。まあ、形的には一緒なんですね。はい、こんな感じになっています。絶命ライズキーですね。では、最後はこちらですね。ネオヒ。絶命ライズキー。ネオヒマギアに絶命ライズ。こんな感じですね。まあ、書かれていることは一緒ですね。今、まあ、こんな感じになっておりましての、こんな感じで、音声はこういう感じですね。ネオヒ、絶滅アビリティ、ゼロワンドライバー。で、ネオヒマギア。で、ショットライザーで変身音、滅亡人ライドットネット変身音という感じになっております。なるほど。ちょっとどんな感じの音声がすごい楽しみなんですよね。せーの、ドン。ドン。おー、なるほど。いいですね。色綺麗ですね。こんな感じ。こんな感じ。いいですね。ネオヒーって書かれておりますね。ネオヒーマギアタイプ絶滅っていう風に書かれております。楽しみですね。それしか言ってないですね。本当楽しみなんですよ。はい、ということで、まあ、こちらとりあえずシール貼ってポンと出したいと思います。はい、シール貼りが完成しましたんで見ていきたいと思います。ではまずはパンチングコングプログライズキーから見ていきましょう。こんな感じですね。パンチングコング、
アビリティパワーと書かれておりまして、ゴリラの絵柄がこんな感じになっております。いいですね。まあ、開きましてこんな感じですね。やっぱこのシールのこの部分めちゃくちゃかっこいいですね。このメカメカしさがめちゃくちゃかっこいいで、こんな感じになっております。閉じましての、まあ、ここのボタンはダミーですね。まあ、こんな感じになっておりまして、音声発動のボタンはこちらになっております。ぐるっと回ってこんな感じで、まあ、裏面行ってこんな感じで QR コードが C-007 になっております。こんな感じですね。まあ、裏面の作りもこんな感じになっておりますという感じで、音声確認をしていきましょうか。では絶縁シート抜きましての、まずは1音目からいきましょう。パワー、いいですね。相変わらず音質がいいですね。で2音目、3音目、4音目、5音目、6音目、7音目、8音目、はい、こんな感じで8音編成になっておりまして、8音目が終わったらこのような感じでループする感じになっております。パンチングコングプログライズキーはこんな感じになっております。はい、では次はフリージングベアプログライズキー見ていきましょう。こんな感じですね。フリージングベア、アビリティブリザードと書かれております。こんな感じですね。絵柄がいい感じになっております。開きましての、まあ、こちらも相変わらずこのメカメカしさがかっこいい感じになっております。戻しましての、まあ、この底面ボタンは先ほども言いましたがダミーですね。で音声発動ボタンでぐるっと回ってこんな感じで、 QR コードが C010 ですねになっております。で、まあ、裏面はこんな感じになっております。では音声確認していきましょうか。さあ1音目、ブリザード、2音目、パワーベースアビリティ、3音目、ゼロワンドライバー、4音目、アテンションフリーフリーズングベアフィアスブラッドアスコールドアスアークティックウィンズ、5音目、シャットライザー、6音目、7音目、8音目、はい、こんな感じになっております。でちょっと先ほどパンチングコングプログライズキーの時に言うの忘れたんですけど、こちらのプログライズキーはあの必殺技の音声は入っておりませんので、あのベルトとの、 あの必殺技の音声との連動はできないような感じになっております。ちょっと確かこれ箱に書いてあったんですけど、ちょっとお話しするの忘れておりましたんで、まあ、これでちょっと補足としてお伝えしておきたいと思います。はい、では次は楽しみにしておりました絶命ライズキー、エカル絶命ライズキーですね。こちらを見ていきましょう。エカルマギア、タイプ絶滅って書かれておりますね。いいですね、こんな感じ。いやなんかめちゃくちゃかっこいいですね。ここもなんかクリアなんですよね。いいですね、こんな感じ。うん、かっこいい相変わらずかっこいいですね。こんな感じになっておりましての、まあ、このボタン押せませんし、まあ、音声発動はここですね。こんな感じになっております。で裏はこんな感じで C-101 ですねになっております。こんな感じですね。で絶命ライズキーは共通でなんか裏面はこんな感じで黒な感じになってるのかな。かっこいいですね。本当になんか怪人って感じですよね。
はい、では音声確認していきましょうか。ではこちらも8音編成なんでいきましょうか。まずは1音目。おお、まさにって感じですね。エーカール。2音目。いいですね。絶滅アビリティ。3音目。ここは一緒ですね。4音目。おお、なるほど。いいですね。5音目。ショットライザー。ここも一緒ですね。6音目。7音目。8音目。はい、ということで8音目は変身音ですね、という感じになっております。今こちらも8音目までいったらループする感じになっております。いやー、音声がまがまがしいですね。言い方がなんかやっぱりそれっぽい方ですね。エーカールって感じの、いい感じの音声になっております。はい、では次はこちらも絶命ライズキーのネオヒ絶命ライズキーですね、になっております。こんな感じですね。ネオヒマギアタイプ絶滅と書かれております。これもなかなか色が綺麗な感じになっておりますね。開くとこんな感じ。このシールの部分がまたいかちいんですよね。めちゃくちゃいかちい感じになっております。こんな感じ。閉じましての、まあ、ここはダミーですね。で、音声発動のボタンでの、こんな感じでぐるっと回っての C102 ですね、 QR コードがになっております。やっぱりここら辺は絶命ライズキーは黒っていう感じになっております。では音声確認していきましょう。ではまずは1音目。ネオヒーって言っておりますね。いや、音声がいかついですね。2音目。もう一緒ですね。絶滅アビリティ。3音目。4音目。ネオヒマギアって言っておりますね。では5音目。6音目。7音目。8音目。はい、というような感じの音声になっております。ではせっかくなんでヒデン01ドライバーとエイムズショットライザーとも連動させていきましょう。はい、ヒデン01ドライバー準備しましたんで連動性聞いていきましょう。では電源にして、01ドライバー。ではまずはこちらのパンチングコングプログライズキーから連動性聞いていきましょう。まずは01ドライバーでの音声を聞いた後に滅亡人雷ネットの音声を聞いていく感じで撮りたいと思います。では行きましょう。では行きましょう。はい、こんな感じになっております。で、まあ、ちなみにこちらなんですけど、先ほどもちょっとお話ししたんですけど、必殺技との連動性はありませんので、この状態で押しても、はい、こんな感じにしかなりません。あのベルト側からの音声しかならない感じになっております。では次は
滅亡陣内の大関でいきましょうか。ではいきましょう。では行きましょう。はい、こんな感じになっております。なんか滅亡陣内ネットの音声はちょっと短縮変身っぽくていい感じですね。はい、こんな感じになっております。はい、では次はフリージングベアプログライズキーやっていきましょう。では行きましょう。はい、こんな感じになっております。では次は滅亡陣内ネットの音声聞いていきましょう。はい、こんな感じになっております。はい、では次はエカル絶命ライズキーいきましょうか。でこちらはまずは滅亡陣内ネットの音声から聞いていきたいと思います。ではいきましょう。おお、なるほど。こういう感じですね。ほんと変身音って感じですね。こんな感じになっております。では次は01ドライバーに合わせてみましょうか。戻して。なるほど、こういう感じになるらしいです。これは多分絶命ライザーと連動させる用のプログライズキーなのかわからないですけども、ちょっと楽しみですよね。この絶命ライズキーが届いたタイミングでどんな音声になるのかなっていう感じで。はい、こんな感じになっております。はい、では最後はネオヒ絶命ライズキーですね。こちら連動して聞いていきましょう。はい、こんな感じですね。本当に変身音に関してはかなりシンプルな音声になっておりますね。こんな感じになっております。では次は01ドライバーで連動させましょうか。今音声01ドライバーに合わせて。はい、という感じになっております。では次はエイムズショットライザーと連動させてみましょう。はい、エイムズショットライザーを準備しましたんで連動勢聞いていきましょう。では電源オンにして、ショットライザー、ではまずはパンチングコングプログライズキーからいきましょう。ではパワーガン
ではこれは開いていきましょうか。はい、こんな感じになっております。で、まあ、こちらも必殺技には対応しておりませんね。まあ、この天面のボタンが押せない時点でもう発動することができませんので、まあ、この状態でトリガー引いてもはい、という感じで、まあ、こちらは一つ後の音声に進むっていうのと、あとはまあエイムズショットライザー自体はまあ必殺技の音声発動するっていうちょっとぐちゃぐちゃな感じになる感じになっております。では次行きましょう。では次はこちらフリージングベアですね。こちら行きましょう。はい、こんな感じになっております。では次行きましょう。では次はエガル絶命ライズキーですね。こちら行きましょう。なるほど、絶命ライズキーで変身するとこんな感じになるみたいです。では次行きましょう。では最後はネオヒ絶命ライズキーですね。こちら行きましょう。はい、というような感じになっております。音声確認は以上です。はい、ということで今回は仮面ライダー01食玩プログライズキー02を全4種類使って音声確認をして遊んでまいりました。いや、今回から食玩プログライズキーシリーズに絶命ライズキーがラインナップということで、今回はエカル絶命ライズキーとネオヒ絶命ライズキーがラインナップされたんですけど、やっぱ絶命ライズキーの音声は素晴らしいですね。やっぱり怪人が使うものだけあって、まがまがしい言い方といい、音声といい、本当にかっこいい感じになっておりますね。で、まあ、この食玩プログライズキー自体のまあお話をしますと、やっぱ01の時と比べまして、まあ、音質は相変わらず素晴らしい感じになっておりましたんで、やっぱ今年のこの食玩プログライズキーはかなり当たりな商品なんじゃないかなと思っておりますんで、まあ、この先も買い続けていきたいなと思いますし、まあ、絶命ライズキーなんかも多分食玩でも展開されてきますし、まあ、ガシャポンの方でもまあ展開されてってるみたいなんで、まあ、この先本当に集めれる限り集めていきたいなと思っておりますんで、また食玩プログライズキー03とかも出たら買ってきて動画作っていきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。